皆さんこんにちは、西尾優香です。今日は東京競馬場に行きます。イエーイ。今日はこれ慶応杯スプリングカップですね。早速行っちゃいますよ。でここはね、駅から直通のなんだこれ、トンネル通路があるんだけどね、今はちょっとシンプルだけど、もっと進んだらサイドにね、いろんな競馬の写真、でっかい馬、大馬さんの写真がねいっぱいあって、もう本当にね遊園地なんですよ。早く行こう、レッツゴー、レッツゴー。今日は馬意識でポニーテールにしてきましたいやーでもどうだろう、今日というか昨日の夜めちゃくちゃ雨降ってたからね、ババの状態がちょっと悪そうな気配しますけども、もう楽しい、すでに楽しい。いやー良いですね、いい写真がいっぱいいるよ、かわいい、かわいい、オールフェイブル、愛しのオールフェイブルです。あー元気かな いやいいですね。でも晴れてよかった。本当に。いや昨日の夜やばくなかった？めっちゃ豪雨よ。ね。ドシャー、ゴゴゴゴゴドカーンってずっと言ってたもん夜。そんなに？そう。いやー本当よかった。傘いらなかったな。芝乗っちゃうよ芝。はしゃぐ人。西尾インパクト。あ、そうか、西尾インパクトは。顔をずっとそっちに向けてなきゃいけない。なるほど。怖いわ。これが西尾インパクトの走り。ビリです。圧倒的ビリ。でもあっちの方でね、準備が始まってますね。小さくきっと映ってる。見えるかな。でですよ。今日は我々は S 席取ってるんです。おお。人生初の S 席、こんな感じなんでしょうね。行ってみましょう。おーわー、そしてみんなのすごいシャッター音が聞こえてこれがね券売機になってます。ここでね、あのマークシート書いたやつをお金入れて、ここ入れたらピョって出てくるんですね。後でやるから。やっぱここ来たらさ、ネットでも買えるけど、保険で買いたくなるよね。なるね。なるね。久々に現金使う気がする。初、競馬場で初お酒。お客様どうぞ。あ、オークスです。はい。スタンピで800円になります。いや、これめっちゃ可愛くない？可愛い。めちゃめちゃ可愛いんだけど。オークスお待ちのお客様、お待たせしました。オークス。こちらがオークスです。映えですね。可愛い。S 指定席。いやドキドキですね。初 S 指定席にして初お酒飲み競馬人生満喫してるわどこ？こっちか。そわそわするあ、すごいバッチだ。めっちゃいい場所じゃない？ね、景色よあるね。あら、すごい、やばすごい画面あるよ、すごい。あ、パドック行かずに見れちゃうの。確かに。やばめっちゃ直線の真ん中らへん。ねえ、いいところ。おお、最高。いや楽しみ。予想しなきゃ。確かに。
はい、ちょっとね、駆け足だったけど、豊胸5レース買いました。5級と7級のワイドです。当たり。いや本当にマジで1分ぐらいしか見れてないんだけど、時間なくて。まあミューステリオンはね、かけたくなったね。オタク。え、でも結構ある。あ、どうだろう。どうでしょうね。どうでしょうねって思うけど、でも結構いろんな方が予想で三角とかつけてるから、ワイドならあるんじゃないかって思いつつ見たいと思います。東京競馬第5レース3歳未勝利戦、芝コース1600メートル、出走馬13頭です。いけるじゃない、いけるよ、いけるよ、いけるけど他を買ってない気がするよ。え、これさミステリオン来たけど他が出ないよ。マジ。なんか見てる時間なかったからさ、まあ、ミステリオンからね、人気どころ買ったらいいかって思い出してたけど、マジか、これめっちゃ悔しい。悔しい、マジ。3、2、2、2やばいよ多分。本当だ。え、2と9のワイドとか多分めちゃくちゃやばい。2ってこれ8番9番人気ぐらいじゃない？7番8番9番人気ぐらい。いやー、うーわー。中穴割ってたのに。いや、これ来たらね、結構すごい。さっきのが悔しすぎて、ワンチャンあると私は思うけど、この1頭から全部ワイド。え、でも100円ずつだから。え、でもね、確か単勝 90倍ぐらいの馬と、さらに来そうなやつはちょっと額を買い足しっていう感じでね、ほうほう、やりましたね。当たるといいね。当たるといいな。お昼でででじゃん、カツ丼です。買っていきたい、買っていきたいよ。目標はお席の代金とドリンクと交通費とカツ丼は回収したい。頑張る感じです。目指せプラス1万円、頑張るぞ。9秒9。どうしよう。37秒2でした。あとは離れた抹茶からの一歩差と。でも次面白いレースになりそうな気がするよ。ドルメールさんに頑張っていただきたいです。何の宣言。ドルメールさんに勝っていただき、推しの馬がなんか3着以内に入れば当たるって感じでやりたい。押し馬たちだけでフィニッシュしたら当たったってなるけど、剣的に当たってない。いやー迷った。なんかこの辺だけでワイドして高かったらやったけど、1000円ぐらいだったんだよね。全部高校と一緒なんだよ大体。なるほどね。そうだから、ちょっとこっちにしとくかなってしましたね。さあどうなる。オルフェーブルですと、オルシかわいい。東京10レース、なんか無難な感じで決着しそうだけど、わかんない、わからないよ。どうしよう、ねえ。でもさ、当たりがないまま帰るのは悲しくない？っていうことで頑張ろうかな。
どうしたらいいんだ。いやーちょっと場所が微妙じゃない。いけるかな、いけるかな。いけられるかな。ちょっと空いたけど、ちょっと空いたけど、もう遅い。どうなるかしら。いけ、頑張れ。いける。1、頑張れ。2着でもいいけど、でも、5、1は勝てないよ。失速しちゃった。6、5、11かな。残念。いや、まあ5、6って言ってたけどね。はい、ということで、ここでなんとですね、GoPro の音声がうまく取れてなかったんですよ。メインレースなのに。ということで、ここからは喋りでお送りしたいと思います。3連服を買ったらしいです。さ、どうなるんでしょうか。まもなく残り 400m。緊張ですね。いや、当てて帰りたいよ。いや、メインレースで当てたらいい感じの動画になるからの、いける？どうかな？いけるいけると申しております。ワンチャンワンチャンと申しております。結果12、4、9かな。お、当たったみたい。当たった。12、そして4、9、3連服が当たりました。よかった。そして何か忘れていた様子。なあ、ビレバンコラボのやつですね。競馬場で使えるアイテムとして作ったんですけども、いや、面白くない。今もうメインレース終わったけど、あと1レースしかないんですけど、ちゃんと持ってきたのに忘れてたよ。これに入れてね、そんな感じで応援したかったんですよね。何はともあれ、当たってよかった。これで動画になる。いや、なんか3連単にするか3連服にするかでめっちゃ迷ったけど、ミキエル、さすがにいけるやろ、いけるやろ。でも、いや、2着に来られたらちょっと困る。と思ってね、ひよって3連服にしました。いくらになるんでしょうか。はい、ということで精算払い戻しです。先ほどの的中馬券をこちらに入れていきます。すると、でーん、ジャラジャラジャラーと自動で出てきます。はい、来たー。この瞬間がね、楽しいし嬉しいんですよね。いくらか、9240円だそうです。帰ってきた気持ちだね。千円札がたくさん出るとお金持ちの気分になるっていう錯覚ですね。そして、そして最終的には1万円ぐらい減っちゃったのかなという感じなんですけども、まあ楽しかったしね。1万円いいですよ別に。だってみんな遊園地行ったら1万円なんてね、余裕で使うじゃないですか。だってここ遊園地ですから。イエーイ、フッフー。